ートレース小島、今日開幕しましたゴールデンウィーク恒例の第33回和州杯、睡眠所和州市のメインカードを残すのみとなりました。第12レースはドリーム戦です。1号艇には茅原裕樹、2号艇には川崎智之、3号艇には柏野浩二、4号艇には平尾貴則、5号艇には吉田角郎、6号艇山本博久、以上6選手の対戦12レースはドリーム戦です。非常にゆっくりとしたペースでのコース取りは1、2、3、4、5、6の枠なりとなっていきます。前半レースを見る限り船少々厳しく映りますが、ここは高枠の一戦、なんとかコースの利を生かしたいところです。1番人気1号手の茅原、2コースが2号手の川崎、センター3コース強のオープニングカードは逃げて1着ゴールが3号手の柏野、4コース下げて角1が4号手の平尾、5コースは5号手の吉田、6コース6号手の山本です。進入スタイルスロー3艇1、2、3、かまし3艇4、5、6の枠なり進入。現在スリット付近ホーム向かい風2メートル前後のコンディションです。第12レースドリーム戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。スロー3艇、好スタートは1号艇、2号艇、3号艇、トップスタートは0台スタートの1号艇の茅原、一緒の1マーク、インから逃走体制作る1号艇茅原、握っていくまくる3号艇の柏野、2艇セッター、打ち合いた5号艇の吉田と4号艇平尾が展開しておりますが、トップスタートは1号艇、4号艇マッチレースはインコース、4号艇平尾、アドガーさん踏ん張るか、1号艇の茅原、3番手は越三段、5号艇の吉田、一緒にコーナーの展開スタートは正常、内から抵抗する4号艇の平尾、差し返す1号艇茅原、握った5号艇の吉田、角郎旋回も、トップラスは1号艇、4号艇マッチレースはインコース1号艇の茅原、アドゴース伸びるか、4号艇の平尾、3番手5号艇の吉田、レースは2周回1コーナー、さあ内から抵抗する1号艇茅原、先輩全速戦攻撃、4号艇平尾は流れた、くるっと5号艇吉田、2号艇川崎、3号艇柏が旋回も先頭踏ん張った、リードは2艇身1号艇の茅原、2番手から猛チャージが4号艇の平尾、3番手5号艇の吉田、頂戴系は145、レースは2周にマークの旋回、先頭は1号艇茅原がターン、2番手4号艇平尾が回る、3番手で折り返す5号艇の吉田、上台系は1番4番5番の台系、その後方3号艇の柏の6号艇の山本、最後方は2号艇の川崎、レースは3周目の1コーナー、このレースインからトップスタートコンマ06、1周2マークでさばいた先頭1号艇の茅原、2番手押し込む4号艇の平尾、3番手は5号艇の吉田、上台系は145、2連単1応の組み合わせは 5.8 倍、3連単145、11.4 倍を示しております。ラストコーナーの旋回、先頭1号艇茅原幸、2番手4号艇平尾貴則、3番手5号艇の吉田角郎、上位の3名体系は茅原、平尾、吉田、145、先頭1番茅原、ゴール、2着4番平尾、3着5番の吉田、ゴール、3番柏野、2番の川崎、ラスト6番の山本、ゴール。以上、小島第12レースでした。